この番組は6ヶ月間にわたってまりもとゲストが日の丸各店舗を回り乗り打ち実践を行うスロット実践バラエティ。どのタッグ、どの店舗でリベンジを図れるのか。ほっ、 H1 グランプリ、さあサードシーズンの第5回でございます。寒い、もう年の瀬でございます。放送されてるのはどうなんでしょうね。年明けでしょうか。明けましておめでとうございます。H1 グランプリのサードシーズンもすでに5回を迎えました。今のところいい結果で来てるかなと思うわけですが、いい結果はいいんだけどね、なんかねちょっと本当偏ってるかなと。ゲストがねだらしないし、2連敗じゃないですか。今回もし同じような結果になるようであれば第6回ラストは1人でやります。ゲスト決まってますけど1人でやります。というわけで今回も素敵なゲストが来てくださっております。こちらの方です。どうぞ。どうもおはようございます。殺戮攻略マガジンのフェアリーです。若干被ってますよ。いやちょっと近めでって言われたんで近くに寄ったんですけどここで大丈夫ですか。はい大丈夫です、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。一緒にお仕事するのは2回目、はい、そうなんです、ね、けど、はい、きちんとこう1対1でお仕事するの初めてですよね。そうですね、はい、あなたのことがまだ全く分かりません。はい、フェアリーです。それは知ってます、はい、ありがとうございます。所属してる雑誌とかも知ってます、はい、ただ、はい、前はね、何時かでやったね、はい、ニコ生での番組だったんで、はい、まあ、今日は初めてそうですねマッツーマンでやるわけですが、はい、家庭教師、はい、何でもないです。何家庭教師、あいの手ぐらいの感じで聞いてください。いや何でもないです、はい、なるほどね、はい、パチスロはどうですか。得意ですか。パチスロはいやいや得意と言ったら、はい、キャラみたいのと、はい、まあ、ちょっと楽しいキャラみたいの。いやいやいや自分なんてそんな普通はっきり言ってくんないな。いやどっちよりですか。それをじゃあ今日こう映像で、ね、示せればななんて思いますけ ど最近じゃあなんかこう、はい、これで私ちょっと得意なんですみたいなのある。でもやっぱりホールさんの状況によって変わってくると思うんですけど、メイン機種になってるのがバジリスク、絆だったりとか北斗トモとかがやはりメインになってくるところが多いなっていう気がして、そこを行くことが多いですね。やはり教科書みたいなさ、はい、こと言っちゃってさ、だってマチスロ攻略マガジンですもの。そうだよね、はい、マチスロの教科書だもんね。一応そうですね、攻略ですからね。そうだよ、はい、なるほど。じゃあ、はい、今日は何を問うと思ってますか。どうしますか。森本さんは何をあるんですか。僕はもう今日はハーデス。あ、前回は何を言ったんですか。前回どうだったんですか。前回、はい、前回第4回ってこと、はい、は川原みのりと一緒に AKB48 の2か、はい、あ、新しい、ね、はい、見ました。どうでしたか。全然ですよ。全然です。すごい、私今いい声出ましたね。関係ないですけど、はい、はい、もうちょっとね、だからね、で2連敗なんですよ、そのゲストが。そうなんですか。久男、川原みのりってきて、はい、2人とも結構負けやがって、はい、2人とも女子じゃないですか、はい、3回連続女子なんです。3回目は頑張んない。バンド目だね、もう女はダメだっていうのがこの番組の定説になりつつありますから。あー、いやこの流れでいくと負けますね。いやそれはダメ。そういうことじゃないですか。乗り打ちですから、あのピンでやってたら別に勝とうが負けようが、はい、ろろいや頑張りましょう。何やろうがいいんですけど頑張ってください。いやもう頑張ります。僕は頑張ってます。マリモのリベンジ編っていう番組タイトル、はい、いやじゃあ私も頑張っていきたいと思います。今日はしっかりとしてますが、はい、まあ、乗り打ちってことで、はい、なんか自分でね乗り打ちで決め事とか、はい、なんかこう決め事なんかあるかな。乗り打ち対数あ、でも私揚げまんなんで聞きました。皆さんなるほどね、あ、揚げまん説、揚げまん説知らない。聞きましたって何。誰から聞いたの。あの空から、ま
あのフェアリーが今日あげますよっていうのはちょっと聞かれなかったですか。全然神の啓示みたいなのないですよ、はい、私あげまんなんで。何回言えばいいですか。でもダメですね、私が今回語らないといけないんで、うん、あ、はい、そうです。ぜひ2人で語らなきゃダメです。はい、マリオさんのあげまんをください。あげまんじゅうね、あげまんじゅう、あげまんじゅうください。はい、そうですね、頑張っていきたいと思います。頑張っていきましょう。はい、では第5回スタートでございます。頑張ります。今回の収録店舗は東京都墨田区にあります日の丸錦糸町店2。パチンコは4パチ1パチ合わせて201台、パチスロは20スロ5スロ合わせて180台。ホールの最新情報、リアルタイムで更新される大当たり情報は DMM パチタウン店舗 ID142 で検索できます。並んじゃってもやばいですよ。人混みの中をかき分けてきました。そうそう、さっき。あ、ほらほら、ドア開いた、ドア開いた。ドア開きました。あ、上なんですね、2階なんですね。行ってきます。あ、すごいイルミネーション。イルミネーション、イルミネーション。女子だからそういうのに反応するんだね。イルミネーション、バジリスの絆の色ですよ。わあ、すごいイルミネーションだ。イルミネーション、すごい、すごいイルミネーション。この音が鳴りますよ。違う、それはあの音が鳴りますよ、こう歩いたら音が鳴りますよ。すごい。完全に舐められてますよ。え、あ、涙出てきちゃった俺。ひなまるちゃんを探せ。ひなまるちゃん、ひなまるちゃん。いた、普通にいた。これかなって思ったんですよ、ひなまるちゃん。全然違った。すごいな。あ、すごくないですか、ジャグラー。ここも顔に見えます。え、すごくないですか。え、すごいですよね。奇跡。目、口、ほっぺ。へぇ、楽しそうですね。いろいろ、こう訳がありそう。ほら、これ、おたまじゃくし。楽しそうにしてるな。あ、違った、トンボだった。すごい。でもこういう遊園地あったら怖いですよね、絶対。夢に出てきますよね。だって怖いもん、ピエロが。ピエロ怖いですよ。ピエロって恐怖症ですよ。怖い怖い。完全に何言ってるか分かんないです。ピエロって怖いですよねって話です。聞こえてるんだよね。聞こえちゃってるんですよ、残念ながら。はい、残念ながら全部丸聞こえです、ね。これ絶対あれですもん。血とかちょっとついたらまずいやつです、これ。そこで流血する人とかなかなかいないと思いますけど。いやいや、遊園地って結構死亡しますから。遊園地って結構…とんでもないこと言い出しましたよ、ほら。前から。遊園地って結構死にますよね。うんうん、あの、やっぱりこう危ないですよ、鉄とか。鉄とか…なんか鉄だらけですけど。いや、確かに本当今ある状態も危ないですから。確かにね、はい、鉄に囲まれてるからね。そうですよ、いつ何が起きるかわからないですから。鉄の恐怖たるや。よし、開けました、行きます。もう勝手に遮られた。すごい。とりあえず末尾なんかね、常連の方はゼロがいいんじゃないかなと言っているんで、はい、私ここの店舗初めてなので、そこら辺を行きたいなとは思っております。あ、絆行った。どこだこれ。てか何番って書いてある。これ番号が分かんない。あったあったあった。番号が分かんない。しかも末尾ゼロないしね。ないんですけど、一応端っこのバズリスク絆、さっきもみんな埋まっちゃってるんで、とりあえずここを取って、朝の リセット今日の見ていきたいと思います。はい、頑張ります。ハーデスです。さあ、それでは凱旋実戦をしてみたいと思います。多分マリモさんも始めてると思うんですけど、マリモさん、はい、聞こえますか。聞こえますよ。もう私の方も実戦を行っていきたいと思います。はい、どうぞ。はい、もう開いてないでしょ、絆は。開いてないですね、全体埋まってます。早速でももうバジリスクタイムに入っている台もあるので、おって感じです。おちなみに、はい、はい、さっき、はい、なんとなんか競馬の馬券、はい、馬券もらいました。誕生日馬券、誕生日馬券を読者さんの方からもらいました。何番25ですね。25、1000円も
阪神11レース2月5日2月の5日、フィユーフォーチュー、フォーチューリティ、フォーチューリティ、朝日フォーチューリティ、G1 ですね。ちょっとこれ、うん、時間いつですかね。11レース。これ当たったら私今日帰りますんで。いや僕もあなたが当たろう当たるのが僕も帰りますから大丈夫です。本当ですか、うん。必ず帰ります。はい。とりあえずこれちょっと結果楽しみにしたいかなと思います。あ、ね、それも乗り打ちだからさ。それも含めての乗り打ちだから。これ乗り打ちって言います。乗り打ちですよ。本当ですか。分かりました。いいんだ、まあ、とりあえずじゃあ私も打ちますね。早速、はい、うん、当てちゃって早く早速当てたいですね。当てたい早く当てたいです。しかも今までこう女性がふっふってきてるんで、負け負けできているので、ふっふってふっふって負けのふっふですよ。ふっふってきてるんで、ふっふってきてるんで、今回はマリモさんのためにも自分のためにも、そうだね、はい、出したいと思います。マリモさん、はい、今日いくつぐらい勝つつもりでいますか。唐突にいくつぐらい。いくつってなんですか。どういうことですか。あ、マリモさんっていくつですか。何の質問なのこれ。いくつですか、マリモさんは。年、はい、年35です。あ、じゃあ今日は3500枚。あ、いいね、それぐらい出たら嬉しいね。出たいですね。というわけで今回の今日の目標が価値額は3500枚。そのままじゃないですか。だって今そういう結果で落ち着いたじゃないですか。そうでしたね。じゃあそれで、あなたは。私ですか。私じゃあ2500枚。あ、間違えました。私なんで2500枚って言ったんです。2200枚。嘘ついてね、なんかちょっと。いや、私結構ガチで22歳なんですよ。え、そうなの。はい。保険証見せますか。保険証。いらない、全然いらない。真面目に保険証見せますか。いらないです。別に疑ってないです、そこまで。いや、私今ちょっと言っちゃったかなと思って。なるほどね。はい。サバ読んでるわけじゃなくて、全然違います。本当に22歳なのね。本物の正真正銘22歳です。平成何年生まれ。平成5です。あ、平成5年の2月5日です。覚えやすいです。すぐスラスラ出てくるってことは本当っぽい、ね、ハンバーガーです。ハンバーガーね。ハンバーガー525ね。525なんで覚えてください。わかりました。はい。耳、覚えてどうなるのかよくわかんないけど覚えておきます。5が耳ですから。5が耳で2が顔、うん。マリモさん、ついてきてください。てんてんですよ。てんてんてん。マリモさん、ついてきてください。大丈夫です。ついてきますから大丈夫です。はい、ありがとうございます。どうなの。私は現在159ですね、今。なんか周りの状況とか。周りの状況はその2台朝一降格以降は見られたんですよ。で、はいはい、1台もう2台、その2つはやっぱ朝一の速い当たりでそのままバジリスクタイムに入ったんですよ。いい台だ。あ、いい台だ。はい、良さそうな台がちらほらあるんですよね。なるほど。で、隣の方がやっぱ朝一の1回目のバジリスクチャンスを見て入らなかったのでやめていきました。これさ、バジリスク絆ってさ、はい、もう1年以上打ってないんだけど。あ、そうなんですか。そんなに分かりやすいもんなの。割と私はさ、プライベートで打った時はそう、広角行くか行かないかを全台見て、行った台をとりあえず回して、あの最初のバジリスクチャンスからバジリスクタイムに入るかを見て、やめるかやめないかを行けますね、とりあえず。1回目のその DC でこんなに6って入りやすい。高設定、高設定の方が割とそうですが、あの確かモードが良いところに選ばれやすいので、そこで1回目の天井に行くんですよ。135で天井があるんですよ。最大天井11で、うん、でその1回目に選ばれやすいということで、そうやって立ち回る人が確か多いと思います、ね。はい。まあ、ただ朝一全体でもバジリスク絆もバジリスク2も埋まっていったんですよね。2
今さ、どこの店もバジリスク強いじゃん。強いです。バジリスクと窓マギみたいな感じじゃん。それはありますね。ねえ、やっぱそっち系、あと花火が最近増大多いです ね。 そうね。この店もなんか新しいあのブラックパネルが入ってる。はい、すごい かわいらしい女性の女性好みの方ですよね。うん、色的なそうブラックパネルってなんかシックな感じだと思って、はい、本当ですか。私はちょっと闇を持ってるのかもしれないです、もしかしたら22歳にして闇を持ってるのかもしれないです。か確かにあの私絵を描くことも好きなんですけど、はい、闇を持っているねって言われます。もう全然誰に言われる。みんなに言われます。主にそんな女子に言われる。いや、見た人全員に言われます。あ、そうだね。はい、常に絵のどっかに刃物があるとか。あ、そういう感じはないんですよ。あ、そういうんじゃないんだ。はい、いや私もこれ早々にマリモさんの隣に行くことになるかもしれないですね。ダメなの、あんまり不動良くない。うわ、なかなか良くないです。ジャックチェリーも、まあ、そんなに期待はできないですけど、さすがにこれはないだろうっていう数字なんですよ。100分の1なんですよ今。1と6でどれぐらい差が、設定6だと確か36分の1とかだった気がします。1だと、いや6だと、1だとどれぐらいなの。ちょっと42とかだと思います。分かんないこんなの分かんないよ。さすがにこれ100ですよ。いやいや大丈夫大丈夫大丈夫ですか。大丈夫です。100分の1ですよ今。大丈夫ですか。大丈夫です。これぐらいあるから。39分の1が6で44分の1が1ですね。だって俺昔4号機の頃に、いや、はい、設定6の台打って、ま、今大事なとこ？いや、大丈夫です。設定6のなんちゃら、アラベスクっていう台打ったの。あ、すごい昔の台じゃないですか。そうそうそう、あのまん丸、まん丸い感じのなんだ、まんまる絵がありません？あのフォースリールの台です、ヤマサの。あ、分からないです。はい、1500ぐらいはまったのかな、設定6で。だから分かんないもん。そうですね、全然分かんないそんなの。いやー、でもとりあえず今当たったんですけど、バチデスクチャンスが。ありがとうございます。さあ、朝一1回目のバチリスクチャンス、バジリスクタイム突入となるのか。ちょっとこの後スルーの匂いがしてたまらないので、これで入らなかったら。ちょっとね、早めに切り上げるのも。おばあさんに来たー、カットイン。マリモさん、はい、おぼろさん、カットイン外れました。確かこれ 80%、 60% ぐらいあった気がするんですよね、期待度的に言うと。あ、それはもうあれだね、粘った方がいいね。いやいや、粘らないですよ。粘った方がいいよ。いやいや、粘らないですよ。普段起こらないことが起こるってことは何かあるから。その言葉を信じていいんですか本当に。いや、ないですよ。俺は知らないよ、このバジリスクなんか全然詳しくないけど、なんかね、変わったことがあると、はい、まあ何かがあるよ、経験上 ね、経験上、おじさんの経験上は。14歳と主演の方の経験上。そうそうそう、まあ、信じるか信じないか任せますけど、何かあるよ。とりあえずこれ回します。時高原、さあ、まもなく、打ち始めから400ゲームですね。400。そう、400ってことはハーデスですもんね。そう、じゃあもうそろそろ。ただなんかね、よくわからないところで
はい、ガモードがオンになったりしてるから、はい、もしかしたら据え置きで、はいはいはい、前日の閉店ゲーム数が分かんないから、そうですね、まあ、今その累計、前日の閉店時から累計で何ゲームかっていうのも分かんないんだけど、まあまあまあ、でもなんとなく400で来なかったら、はい、あんまりこうざわつかなかったら据え置きの可能性の方が高いのではないかと思います。そういう可能性も捨てれないということですね。ただ前日ね、結構出てんだよね。そうなんですね、一番出てんだよね。まだでも希望は捨てられないということですね。まだわからないということですね。いい台を残して巻物を立て続けに引いたものの、バジリスクチャンスにはつながらず、はい、通常モードか。お、通常っぽいところで風が、ただああまた848、ほらこれ5じゃない。しかも裏がオンなんで、この裏がもしヘル入って当たればハーデス出てくるよね。フェアリン、次なる台を探してホールを徘徊中。ホーモンチャバ、ポクッと開いてるなけど、多分これ朝一で多分広角を見て捨ててってるんですよね、多分全部で。もしかしたら、もしかしたらですよ、この9、7、100って回してるじゃないですか。で朝一行かない行かない行ったからここまで回したっていう可能性が高いですよね。って考えると、ここで捨ててるっていうのはちょっとおかしいんで、この台ちょっと早々に移動してみたいかなと思います。朝の広角は見てないんですけど、あの多分そういう可能性も高いので、ちょっと私何も置くものないんで、すいません、ちょっとこの台に私移動したいと思います。意外と鋭い分析力で友を確保したフェアリー、はい、すいません、はい、北斗の剣、え、北斗、はい、いいの、バジリスクじゃなくて、いいの、後悔しない、後悔しません、本当後悔しません、勝つまでは。なんかあんたあれだよね、あなた後悔しなそうだよね、人生において。うん、私前世において後悔しっぱなしですよ。本当、はい、割と結構真面目な話になっちゃうんですけどあ、じゃあやめとこうやめときます、やめとこう、長くなるから。あ、大丈夫ですか、重くなるか。いやいや、もういいです、大丈夫ですか、移動してください。コーヒーとか、いやいいです、いらないですか、移動してください、移動しますね、早くちょっと移動しますね。さあ、私ハーデスの角台打ってますが、はい、そのほぼ真後ろにフェアリンちゃんが、フェアリンちゃんが妖精が来ました。フェアリンちゃんが行きました。フェアリンちゃん来ましたね。フェアリンちゃん行っちゃいましたね。照明付きで行ったの。照明付きでしたねすごい、やっぱ女性は照明が命ですからね。あ、なるほどね、顔を、あれかな、顔をね、フラッシュでね、フラッシュ、光、ライトでね、そうですね、なんならあの下で自分でパネル持っときましょうか、下白いやつ、あれでしょ、あのこれ夜のお店とかでよくある、そうですよ、あの顔を白く飛ばすってやつ、そうですよ、なんなら見てください、マリモさん、もうこれで自分でやってますからあ、そういうところ出身の妖精なんですか。え、そう、夜の世界からの妖精なんですかそういうわけじゃないです。そういうわけじゃない。そういうわけじゃないですけど、ちょっと これちょっと打ちづらいな、打ちづらいな。打ちづらい。じゃあ打ちづらいですね。じゃあやめなさいよ。はい、やめます。ライトも気にしなきゃいけないですね。自分でやっちゃうっていう。なんとか版、なんとか版を持って白くしなきゃいけない。はい、F 版つんだっけ？よくわかんない。F 版みたいな名前。俺はいらないから。いや俺いらないですよ、ライト。マリモさんも暗いんですか、つけないと。いや、いらないんですけど、すげえ眩しいから
大丈夫だっていらないんだけど、丸山さんもしてください。お肌をきれいに、いらないいらない、俺は見せたいんですか。全然いらないです。なんかさ、はいはい、さっきからあなたが喋ってるの聞いてると、はい、なんかちゃんとしてるよね。誰ですか、あなた。あ、ありがとうございます。ちょっと待って、また地獄目が出たよ。今日地獄目出まくりなんだけど。お、あ、そして、あ、これは熱い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 。何分の1だっけ。熱い、熱い熱い。今多分冥界にいると思うんだけど、ここでチャンス目引いた、はい、何分の1だっけ。結構高いよね。何分忘れたけど、チャンス役引くと結構当たるんだよね。チャンス目でも弱い役でも結構冥界中はで当たればハーデス出てくるかんね。たまたま出ただけかな。しかももう当たってなさそうだね、何にしても。ああでもでもなんかちょっと期待していいのかな、どうなのかな。ざわつき始めてるよ。残念ですか、微妙ですか。冥界で当たったかと思ったけど、ハーデス出てくるかと思ったけどダメだわ。せっかく褒めていただいてたのに、ね、フェアリンでも、はい、フェアリンさんでもちゃんとしてるよね、本当に。でもよく言われますね、そうやってお話をすると普通だねって言われます。いやいや、あのなんかパチスローちゃんと説明してるじゃん。あ、なんか当たりそう。またですか、褒めてる途中に。ハーデスが邪魔する。ああハーデス、しかもレバーで演出出ない。これは熱い。もう当たらないです。あ、これ当たるだろう、当たるだろう、これ当たった。あ、冥界じゃないこれ、冥界で当たったんじゃない。あ、ってことはハーデス出てくるかもしれない。ハーデス出てくるかもしれないじゃないですか。さっきのがあのガセじゃなかったら来ましたね。よっしゃ、いやさすがアゲマン。さすがアゲマンだわ。さすがアゲマン。言えてないけど、ね、言えてないけど背中から走ってますから、アゲマンを、アゲマンオーラを、アゲマンオーラを背中から走ってますから。じらすな、全然2回目の。さあ、よっしゃ、来てた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 、すごい、やったよ、やったよ、すごい、やりました。マリモに早くも大チャンス到来。このハーデスで何ゲーム乗せられるか。勝利に一歩近づき、なんで自分の手柄みたいにさっきから言ってんの。いや私がやったかなと思って。違う。日の丸インフォメーション。さあここで日の丸錦糸町店さんからのお知らせです、どうぞ。はい、日の丸錦糸町店です。日の丸錦糸町店は海シリーズ設置台数地域最多122台、海が自慢のお店です。錦糸町唯一の10スロもあります。そして錦糸町1号店には動物がたくさんいます。なので日の丸錦糸町ブログでぜひ皆さん検索してください。動物がいるっていうのはこういうことですね。そうですね、こういうことですね。そうですね、私が一応ペンギンでウサギさんやクマさん。ドル箱これでやるんですか。いや、まだ絶対やってほしくないんだけど、こんな人にまだホール、まだホールは経験してないです、これで、はい、いつかデビューします。いや、やめた方がいいと思いますね絶対つるっていくから。でもあったかそうですね。いや、そういうことじゃねえだろあったかいですもっとね、だって虫を受けたら大変じゃないですか。ですね、あったかいのは。あったかいないですそれなの大事だの、はい。じゃあ、まあ、たくさん動物いるらしいんで、ぜひこちらも見に来てください。624、字は汚いんですねいいじゃないですか別にあ、すごい。でもやったー、頑張ってくださいよ。頑張ります。応援してますよ。応援されます。応援してますよ。よし、じゃあ行こう。
冥界で当たったらさ、超ハーデスに振り分けられることってある？ちょっとバッツさん電話しますか。いや、いいですないかな、ごくごく薄くあるのかな。とりあえずカットインとしましょうよそんな話はいいですから、俺もね、それは思ってたやばいよ、終わっちゃうよ、終わっちゃうよ、ちょっと深呼吸やばいよ、ほらちょっと叩く、叩いてみる、ちょっといいですか、叩いて叩いて、懲らしめてやって、はい、懲らしめて、いいですか、いいですか、お願い、お願いしますよ、お願い、お願い、お願い、ほんとあ、じゃあ、ほんとだすごくないですか、やるね、やるね、すごい、びっくりした、びっくりした、びっくりした、これですよ、これ。うわ、揃った。よし。やりました、やりました。やったー俺のおかげじゃないけど。いきます。あ、また来た。お願い、お願い。さあ、あげまん、あげまったところ見せて。本当に？マジで？なんなの？なんなの？来たえ、そんなうまいの？行ってください、行ってください、パチスローうまいね、あなた、えい、あ、マジですごいね、いや、じゃあこれをだって、だって、そうそう、ここで終わっちゃうかもしれないからね、お願いします、お願いしますよ、お願いします、え、あ、決まってたこととはいえ、決まってた、あ、終わった、あ、でも来たすごいな、え、3回叩いて3回買っといて何なの、わからないです私も予想外の展開で、あ、まあ、揃わないのはいい、まあまあまあ、いいよ、いいよ、弾けてるだけいい、まあまあまあ、叩くもう俺が打たない方がいいんじゃないかっていうぐらいです、あ、まあでも十分ですよ、いや、あ、よかった、ありがとうございます、さすがだね、さすがです、いや本当、いやよかった、違うわ、あの前2回の女と違うわ、来ました、違いました、違いました、いやよかったですよ、朝出会った時の匂いから違ったけど、あ、いい、いい匂いした気がしたけど、嘘じゃなかった、間違いじゃなかった、いや改めて嗅がなくていいけどよし、とりあえずじゃあ私もそう、当ててください、それに、それに乗っ取って頑張らないと、私もそうそう、便乗しましょう、便乗します、やった、とりあえずでもよかったですね、いやーよかったわ、いやーよかった、私もよかった、いろいろよかった、俺6回か7回叩いて1回も出なかったのに、彼女が3回叩いて3回出ましたよ、4回叩いて3回出たのか、いやーちょっと一仕事終えた感じがありますね、私は、俺ももう疲れちゃいましたすごい頑張ってもらった感がある、しかもまだあれでしょ、んこれで負けても、はいはい、誕生日馬券がまだありますから、そうだそうだ、こっちの乗り打ちもあったね、はい、そうですよ、なまさかの誕生日馬券をいただいたっていう、楽しみだね、中段チェリーが来ました、え直当たり、中段チェリーから 直で当たりました、これはいいの、これいいんじゃないですか、ちょっとこれ私初めて見ましたよ、ちょっと押せって、ちょっと写真撮っていいですか、これ初めて見ましたもん、まずレビィさんに電話しようかなレビィさんやめときな、迷惑だからやめときな、そうですよね、そもそも、そもそも北斗の友に直当たりっていうものは存在する、存在、単純にこの中段チェリーで、はい、前兆モードに行ったっていう、当たるよってことですかね、だから直当たりっていうか単純に先、あ、まあ、言ってみれば先各地みたいな、先各地みたいな感じでなんじゃないのかね、なってるって形ですかね、なんか俺も直当たりみたいなのはなさそうな感じがするんですけど、直当たりってさ、直当たりってある、え、でもちょっと待って落ち着こう、はい、あ、押した瞬間ならが揃う感じですよね、直当たりって多分チャンスゾーンがあって、チャンスゾーンじゃないところで当たるところを、音を直当たりって言うんじゃないの、え、一般的にね、
ホットの友がどうこうじゃなくて、チャンスゾーン経由か、チャンスゾーン非経由かで、チャンスゾーン非経由の場合は直当たりっていうような気がするけどね、一般的には。ほうほうほう。で北斗の場合ってモードを上げてって、はいね、中段チェンジでとどめを刺すけど、はい、たまに低角から一発で上がったりするじゃないですか、はい、前兆モードまで、はい、単純にその前兆モードまで一気に行ったのがたまたまなんか確定プレミアムパターンみたいな演出が選ばれて引いたゲームでもう当たってるよあんたはみたいな、それこそお前はもう当たってるみたいな感じで言われてんじゃないのかなと俺は思うんだけどね。今なんかさらっとかっこいいこと言いました。え、何反応しちゃった。反応しちゃいました。何ですか今の、うん、そこはちょっとあの適当に流してもらってもいいんだけど、そこはちょっと見逃せなかったです。あ、そう、はい、でも多分なんかそんな感じなんじゃないの。そういう感じですかね。じゃ直当たりっていうもの自体がなんかあんまり、はい、転生だったらわかるけど、はい、ほぼはないというか、そういうないかな、ない気がするよ。ちょっとレミーさんに私本当ガチで休みの時にさ、今日休みですかね。知らないけど、知らないけど、休みだったら休みの日まで仕事 で仕事の北斗のこと聞かれたくないかもよ。休みですかね。いや知らないよ。私は知らない。まず俺会ったことないし、レミーさん。あ、そうなんですか。ないない。レビンさんより先にあなたに会ってしまいました。いやちょっとレビンさんなんか LINE から消されてる気がするんですけど。私知らねえわ。もうそういうのやめようよ。なんかそれこそ闇が見えるわ。え、何ですか、何ですか。14本。ああ、全然まだまだ。少ないですよね、全然全然割と。で、この交代に移動してきて、なんと4本で、かかっていただきました。よかったよかった。よかったです。移動成功だね。はい。バジリスク捨てて成功だ。どっちですか。正解だ。どっちですか。何が？え、何が？シローラです。行きましょう、行きましょう。うまく時計ストックを絡めるって出玉を増やしていきたいです。レイ様が来た。マリモさん、はいはいはい、今 AT 始まるときに、はいはいはい、うん、6で 20% みたいなんですけど、レイが走ってたってことは広角にいたという示唆が見られるので、はいはいはい、もしかしたら高設定の確率が高まりました。なおさらいいじゃないですか。簡単に当たってそうですよ。さらに6の可能性も上がって。そうですよ。すごいね、大選び来ましたよ。やっぱあれだね、これマガジンの人はちゃんとしてるね。しかも6で 20% しかかからないってことは、まあ、そうそう見られないんですよ。多分1で多分かなりの確率なんで。じゃあもうこの訴え打ち切るしかないじゃん。いやもうこれ打ち切りますね。ねえ、とりあえず打てる台が見つかったっていうのはいいことですよ。素敵素敵、さすがだね。カーですよ、300も乗せる女はやっぱ違うわ。そうですね、確かに妖精だよ、本当妖精。わ、1で 10% しかいかないみたいです。倍違うのね。はい、倍違いますね。じゃあ3ぐらいじゃね、3か4ぐらいじゃね。いや、6です。断言するな。まあでも6でもやっぱりなかなか厳しいので、そうですね、出せるようにここから、うわ、大丈夫でしょう。
123枚終わっちゃった。終わり。まあまあ固定調べだね。最初は固定調べだからしゃあない。123はないよってことを言われてるんです今。だーってことだね。123枚ですから。だーってことです。ゲーンない。あ、まあ、ハート。いったー。ゴタ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 。いけました。こっちじゃなくてこっちでした。当たったー。また当たりましたよ。初当たり軽い。いい台掴んだね。来ましたね。来ましたね。ボールペンがなくなりました。あれれれれ。いや、周りの台もすごい良さそうですね。北斗全六？もしかしたらあるかもしれないですね。ここ当たりかもしれないですよ。行きまーす。ほい。スロー。また白。しかも早速中断整理。そして隣の方もあの A2 開始時に高額飛んでるんですよ。で先ほど言ったように6で 20%、 1で 10% なので、もしかしたら北斗の件あるかもしれないですね。前代だって今当たってないの1台しかないですよ。あ、まあまあでも、そして私が中断整理を引いたので、これいっちゃおう。あ、いないで、いないで、いないで、飛ばないで、飛ばない、飛んじゃった。サウザー枚数ここで稼ぎたいよ。あー、お、変わるかも。すごい、私ゲームやんわ。この次のゲーム、みっちゃんが変わるかもとか言ったときに、黄色普通はこれだったら熱いんですけど、黒が来ちゃうとな。しかもさっき焦点ポイント見るの忘れちゃったな。終わっちゃった。あっけなく。しかも3枚全然取れてないですね。ジャッジメントとか入れると。いやー残念だ。あ、いきなりチャンス目。 V 転。明快で当たったらループ、ウラーストックのループ率 50% か 80% じゃなかったっけ確か。あ、当たった。ウラーストックあったよ。あったあった。2発目でございます。はい、ワンちゃん。とりあえず最低は回避した。
バトル20ゲーム。さっき行かなかったんでね、1回で終わっちゃったんで、うわセリフない。ダメでした。でもさっきよりかは枚数が多いですから10枚ほどよかった。よくはないんですけど135枚。日の丸インフォメーション。さあここで日の丸錦糸商店2さんからのお知らせです。どうぞ。錦糸商店2です。よろしくお願いします。当店はマックスで一番多いのがガロ CR ガロ魔界の花37台となっております。2回スロットフラー20円と5円がありまして、 A タイプはジャグラーが21台、 B タイプは今人気のバジリスク9台揃えてございます。バジリスクは絆と2が2つございます。あとは定価値も1円パチンコ5スロありまして、新機種どんどん入っておりますのでよろしくお願いします。では新しくなったブログの方もチェックしてぜひご来店ください。お待ちしてます。します。自分で言ったじゃん、さっき6だった。ぽいなって、ぽいなって。今さっきうるさいんですから。あ、来た来た来た来ましたね。黄色悪かない。あ、黄色に輝く黄色が。やりました、当たりましたね。やりました、やりました。405ゲームで黄色減るから早いですね。早いです。たまらない。今日はあんまり乗らない。さあまたワンちゃんです。ちなみにこの競馬これですね、3時40分からなんで、これちょっと当てたら多分私今見てる人たちのそばからいないと思います。私これ12月の話ですから。うわ楽しみだな。覚えてないと。頭や70。せっかく買ってもらったんだね。お、3回目にして初のハーデスステージスタート。そして速攻でチャンスボタン。集団リップ。あーこっちか。乗らないんだ、もったいない。さあ集団リプレーをいっぱい引きたいですよ。ここはあ、長いですね。集団ひなので何ゲーム乗るか。さあどうだ。弱い。最低300。違う違う違う。300。ありません、やりました。全然足りない。ない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 。え、300じゃないんですか。音聞きゃ分かるでしょ、音聞きゃ。30です。30ですよ。ジャッジメントも当たんなかったな。あ、さっきあとバジリスクいたんですよね。バジリスク、バジリスクもずっといっぱいいたな。いやー私の台はちょっと微妙そうだな。やっぱりちょっとやっぱ微妙そうですね。その後もしぶしぶな展開になっている感じがします。どっちかというと絆よりかはバジリスク2の方が状況的には良さそうな感じがするんですけど、それでもやっぱり他の私以外の他の台、やっぱリセットっぽい台かかっていた台
は割と出てますね。で多分しかもノーマルタイプにこんなにお客様いるってことは、しかも前々日とか前日とか見てみると分かるように、やっぱノーマルタイプ A タイプは力入ってるんじゃないかなって感じがしました。なんでもしあれが微妙そうだったらノーマルに移動しても全然ありかなって思います。さあ途中経過でございますよ。お疲れ様です。はい、まだ疲れてないでしょう。はい、まだまだでしょう。はい、ようやくエンジンかかってきたぐらいじゃないですか。そうですね、シップぐらい欲しいですけどだってよ。いやいや疲れてないですよ、元気です元気です元気です、はい、なんかテンション低くなったよね。いやいやいや、そんなことないですよ。わーい、なんだそれわーいって何わーい、うわーわーい、すごいアイドルっぽいな、やらされてるアイドルっぽいな。はい、はい、じゃあというわけで、ね、はい、終わりましたけども、ね、前半戦が、はい、まあ、結果をちょっと経過か、はい、経過を報告しましょうか。はい、私ハーデル打ちまして、はい、1050枚かな投資が、はい、で多分今ね1400、500枚あるから、まあ、一応プラスで台としても手応えがあって、おめでとうございます。と思いますよ、あれは。あのハーデスが結構お、ね、よかったんじゃないですか。なんかハーデス、誰のおかげかな。誰のおかげですか、ね、誰のおかげね。見てる方は分かってるかもしれないですそうだよね、あれね、やっぱ良かったと思います。あれすごい組み合わせですか ね、ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。乗り打ちなんで本当にね、はい、あれがなかったら今だ多分マイナス1でした。いや、でもああいう風に一撃があるっていうのは素晴らしいです ね、ハーデスの良さが出ましたね、はい、で、はい、対してフェアリーさんは、マジレスで昼間を朝打ちまして、はい、まあ、あまりんーって感じだったので、まあ、北斗の拳ともに移動して、それがんーみたいな感じだったんで、はい、今のこのテンションの上がり下がりで分かってると思うんですけどんーとんーって全然違うんですけど、というわけで今、まあ、分かりにくいな分かりにくいけど待ってください。まあそういうことだよね。ですから、はい、トーンの違いが、ね、はい、だいぶ変わるよね。だいぶ変わりました。だいぶ変わるよ、ね、そして今のところ投資が700枚ぐらいですかね。700枚ほどで、回収の方が、まあ、下座にちょろっとあるぐらいなんですけど、まあなんでこれからに期待ですよ。これからに期待あのいつもそうなんですか。いや、いつもそうじゃないですきちんと多分ね、怒られる、いや怒られるでしょ、多分。いや、大丈夫です。ご先輩が、ね、大丈夫ですよ。完全に程度いてるね。遊びに来た感じでしょ。遊びに来てないですよ。いや、結構ガチ で、あの、ちゃんとあれですよ、データカウンターでこう書いてましたから、ね、それ見れば分かるんですけど。あ、細かく。はい、ただ、初当たりが4回も引けて、1000ゲームほど回して200分の1なんですよ。だいぶいい、ね、だいぶいいですよ。で、レア子役等も、まあ、体感的にもすごく良くて、見た感じ、計算したら、めちゃくちゃ良かったんです。じゃあ粘るしかないよ。粘るしかないんです。出る出ないはまあそうなんです、打って寄るところもあるけど、ただあと他の台見た感じで北斗の拳ともは先ほどのバジレスク絆よりかは圧倒的に違う挙動を示してるかな、高設定っぽい感じが。じゃあ芝全体がいい感じなの。そうなんです。なので、北斗の芝そうです、そういう風に見ていると全体的にも良くて私の台もいいってことはあるんじゃないかなっていうことで、全体あるかもしれない。331脱走そうだよね、はい、それぐらい意気込みじゃないとね、はい、出るもんも出ないよね、はい、ただ、はい、出たり出なかったりって繰り返してるんで、後半はどっかでね、でかく乗せないと ね、何かポンって2人して頑張りたいですね、はい、はい、というわけで、はい、なんとか2人とも手応えのある台はつかめてますので、はい、これからね、後半戦頑張って実力を引き出したいよね。出したいですね。そう、こんなね、何をやってたか今こんな感じなんですよ、まあ、分かるけど突然やりだすから、はい、いつも何なんだろうなって隣でいて、はいそうじゃないよね、もうドーンといかないとね、ドーンとね、トーン、山を築くようにトーン、うん、頑張ります。完全に遊びに来てるでしょ。遊びに来てないんですよ、結構真剣です。分かってます、これイベント編ですよ、ここに書いてあるように。なんかされたんですか。え、いや、まあ、第2セカンドシーズンで惨敗したんで、借りを返してやろうぜって。そうそうそう、はい、どうでもよさそうだはい、まあ、そんなわけで後半戦、は
い、なんとかポテンシャルいい台だと思います。絶対いけます。そのポテンシャルを引き出すべく頑張りますので、はい、頑張ります。ぜひご安定もご覧ください。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。次回の H1 グランプリサードシーズンは止めます。お願い、よっしゃ。待って、ごめんなさい。やったー。ございます。やりました。マリモの快進撃が止まらない。おめでとうございます。いや気持ちいい。久々にハーですね。ゴッド、すごい。後半戦始まってやりました。後半戦始まって2分ぐらいかな。すごい。いやー神々しい。さらにフェアリンの誕生日馬券は当たったのか。結構さ、ちょっと、もっと頑張って。さあ、2番。今2号だよ。ということはこのまま2号、いけ、このまま。あれあるんじゃない。次回 H1 グランプリサードシーズン後半戦もお楽しみに。